映画、鬼滅の刃無限列車編、最初100億達成で100億の男と呼ばれる煉獄京次郎が、ドラマ、この恋温めますかの森七菜さん演じる井上貴樹だったら、顔は半蔵直樹。やられたらやり返す。一の呼吸倍返しだ。<laughs> 直樹柱のウェルダン保住です。よしでは、スイーツのレビューを始めるぞ まずはこれだなファミリーマートファミマのショートケーキプリン顔は半沢直樹でお送りするうまいうまい うまいうまい!うまい「アミマのショートケーキプリン」はうまい!「鬼滅の刃」チョコシュークリーム最後の試練これをいってみたいと思ううまいうん うまいって言うと思っただろう俺も思った「うまい」「鬼滅の刃」コラボ缶コーヒーこれも飲んでみたいと思う甘い甘いのに甘いのは甘い甘さの倍返しだうん もう少しで糖尿病になるところだった。よもやよもや。いや、主演の浅場匠役は中村智也智也だ。智也智也では、いよいよ、セブンイレブンの、この、マロンショコラのレビューに行ってみたいと思う。これは1個310円の高いやつだ。マロンショコラ新発売。なお、11月3日から、 この声、温めますかのコラボスイーツがセブンイレブンで発売されるらしい。これもチェックしてみたい。では、レビューしてみよう。なんで箸で食べてるかってこれは、それが面白いと思ってるからだ。 ちなみに、この缶コーヒーのコラボ缶、いろんな種類があるんだけど、ほとんど、寄物児無断しか残ってなかったぞ。ええ、このプレッシャーは。